2024年3月20日19時44分。まあ今日雨が降ったり雪が降ったり、様々な内容、ホームページ淡いケースの履歴の一番のところからアップロードした内容のものとか見ていただいたらわかると思うんですけども、やっぱりね、行きしてもそうだったんですけど、僕は買い物行く頃になったらこういう風に晴れています。で、月が見えていますね。まあ誰かが通ったというよりもというところですね。まあ結婚求愛者は過去さんに固定です。以上です。婚婚裁判っていう過去さんの子供の頃の声が聞こえてきてるんですけども、だからそれを僕に会わなきゃ、補佐人とか参加人として。で、まあ一応その結婚の話をしてきた人間に関してどういう事情があったのかっていうことを、しっかりと公開すること。だから最初から名前と住所と電話番号をしっかりと明かしておくこと。あと髪の毛染めちゃダメだとか、普通のこと。それしてしまうと電波の世界に入ってしまうとどうなるかっていうこととか、普通にそうじゃなかったとしても見た目だけでもそうだから。髪の毛染めてる染めてないとか。